はいどうも、コンシルジです。あのですね、人の性格が変わる気象転結ってあるんですかと。その気象転結があるんであればそれを教えてくださいっていう、そのお客様からのご相談がありまして。で、これも、まあ、あのー、皆さんにね、 えっと、シェアできる内容かなと思ったんで、今ちょっとお話しさせていただきます。まあ人それぞれだと思うんですけれども、基本的にはその気象転結で分けるとするならこうなりますね。えっと、まず一番最初に悲劇的な事件が起きます。これはもう必ず失敗です。成功からは人の性格が変わらないんで、それやったっつって、あのー、まあ、 自分が正しかったってことの証明になったりするわけですからそっから性格が変わることはないですね必ず失敗とかミスとか、まあ、悲劇的衝撃的な事件から始まりますで次にまあメンター先生を見つける巡り合うっていう段階が気象ですね で、まあ、例えばその YouTube とかだったら、副縁のことだったら、まあ僕だったりとか、まあそれ以外、例えば転職のこととか、あ家族のこととかで、でまあ、それぞれいろんな人が世の中いると思うんですけど、こう喋ってる人とかね。えー、そういうような感じで、まあメンター先生を見つけるという段階が2段階目になりますね。たまたま自分の近くにいたりもしますしね。知り合いがそうだったみたいな。知り合いに相談してみたら意外にすげえ詳しかったみたいな。 その辺は参考になる、ああ、これはもう、その師匠だなっていうのが、お友達の中にいるかもしれないし、まあ、とにかくそういう形で、まあ、その自分のね、成長の、成長を促してくれるような人と巡り合うっていうのが、2番目ですね、希少ですね。 で、転結。まあ、ここはもう始まりですけれども、そこから変わって、早速、まあ、その、お勉強を始めましょうということになりますけれども、3番目、表面的でわかりやすい部分の自分の性格の修正とか、あとはその、まあ、勉強、学びですよね。えっ、ー、と、とっつきやすい部分。例えば、その、男女の会話の、 その仕方の違いとかさ。男女は、あ男と女はどうやってね、えー、物事考えてるかとか。あとはその僕はよく言うその LINE のね、LINE でこう送るといいとかさ。そういうまあその表面上の、表面上のテクニックを勉強していって、はあ、なるほど、すげえっていう気づきばっかりの時がここ。発見ばっかり。もうその勉強始まるとさ、勉強っていうかまあ意識的にね、変えようとし始めると、お結構、 パパパンパンパン,パンへえそうなんだそうなんだってことが起きてきますんでそれが3番目ですね。うん、である程度行きますとそれがどん詰まります3番目が。勉強することねえんじゃねえかっていう他に何があるのかなっていう感じになってくるんですけどそっから最後ケツになりますね。4番目。無関係に見えるもののからの深い学び 関係あるのっていうところで、例えばその全然関係ない本を読んでてたまたまね。で、それがその、まあ自分の性格を直すとか、例えばこれはまあ復縁の話ですから、復縁にすごく役立つような内容につながっていったりとかね。だから僕もその、例えばデザインとかの本読んでたりしましたよ、ちょっと前。僕の仕事に役立つかどうかわかんない。復縁に役立つかどうかわかんない。建築です、建築。 建築デザインです。そのウェブデザインとかホームページデザインとかじゃなく建築建設のデザインの本買って、えー、結構読んでた。うん、それが何につながるかわからないけど読んでみてで結果あーちょっとねその自分の、まあ、生き方じゃないですけど建築デザインとかに携わるものづくりの人間っていうのはやっぱりこう何て言うんだろう古いものとか昔の価値観とかも大事にしながら 新しいものを作り変えていくっていうのが、こう、なんだろうね。常に価値観を新しくしながら、でも根っこの大切な部分は残しながら、新しいものをどんどん取り入れて、で、こう発展していってるんだな、そういうものを作る人たちは、っていうふうに思って。で、結構それって、その自分のね、えと、性格を直す、性格を変えたりとか直したりとか強くしたりするのと結構似てるなっていうところに気づいたりとか。 自分の強みとかあるじゃないですか。でもその強みが裏目に出てなんか相手を傷つけたりとかする時もあるけど、その強みの根っこの重要な部分を土台にしながら、まあそのいろんなね、えー、情報とか取り入れながらあ、自分のその心っていうのを新しい形に作り変えていくのは、結構これ、新しいものを入れて、古いものを残しながら新しいものを入れて、全然違うものに変えていくっていうのは、レストレーションだなっていうふうには。 思ったりとかして、ちょっと復縁と関係あんなみたいな感じにもなったりとかしてですね。で、そのように全く関係ないところから深い学びを手に入れていく段階が4番目ですね。で、ここまで来るともうなんか悩まなくなります。うん。復縁頑張っていくにしても、うん、復縁できるんだろうかどうなんだろうかっていう心配とかもなく。で、もちろんその、だからといって絶対に100%復縁できるとは断言できないんだけど、 でも結構悩みなく、そのまま突き進むというか、突き進む。まあ淡々とこう、いろいろチャレンジしてチャレンジして、へえ、勉強になった、ああ、これ繋がったとか思いながらですね、成長していく自分が普通みたいな感じのところになるんで、別に、その、そんなにね、えっ、ー、と、属性のことに悩まなくなり、 で、そこが、例えばその不見で考えるんだったらですよ。もう、重い恋愛感もなくなり、えー、相手に執着する気持ちとかもなくなり、相手はどう思ってるんだろうか、自分に対する評価はどうなんだろうかっていう自信のなさから来る不安とかもなくなり、まあ、今まで自分がこうやってトン,トントントンってきたこの流れって間違いじゃなかったなっていう自信とともに、そのまま自分磨きしていけるんで、結果は男らしさとか、で女性だったら、まあ、あれですよ、包容力とかね。 につながっていって、で、不健の可能性がアップするという感じですね。はい。まあ、とにかくこういう流れで、えー、気象点結で変わっていくんで、大体皆さんいるの今2から3ぐらいじゃないですか、やっぱ。ね。当然ですけど。だからそこから、まあ、あ僕にご相談していただくと、大体僕はこの辺で、親の話出してきますから。<laughs> 家庭環境の話。だって絶対環境あるんです。 ね、ここまで来るとわかるんだけど、絶対関係あったもん。<laughs> みんなある。僕もあったし、全員ある。僕の嫁もある。うん、だから僕の子供だって大人になった時に何か人生でトラブルだろう。その時誰が責任かって言ったら僕が責任です。ね、僕の影響により、やっぱり何か、その悪いところっていうか悪影響が出てきて、うん、それで人生生きづらいこともある。だからそこを見なきゃダメなんですけど、 まあ恋愛のことばっかり、不健のことばっかりしか考えてないと、なんで親が関係あるんですかっていう話になる。ほら、無関係に見えるものからの深い学びのところにまだいけないっていうことだよね。で、まあその辺気づけるようになったら、まあ確かに、えー、大体皆さん気づいていただけますね。90%ぐらいの人は。 90%ぐらいのお客さんは確かにっていう考えてみたらそうでした親とかね家庭環境とか全く関係なさそうに見えたけどめちゃくちゃ関係あってそもそもむしろこの「福縁」の問題はもう家庭環境の問題そのものだったのではぐらいな気づきがあったりとかしてですねでそこから「福縁」になっていく人も多いですしなかなか「福縁」にたどり着けない人もいますけど少なくとも人生のレベルは著しく向上していくんではい。 まあ、ここだね。この辺は意識してください。本当にね、あの、目に見えるものばっかりに意識、囚われて復縁目指していくと、結果復縁できないですね。で、テクニックに逆に踊らされて、結構尻滅裂な動きになっちゃってっていうケースもあるんで、その辺はまあ、気をつけていただきたいなと思います。はい。以上が人の性格を、もう消しちゃいましたけど、人の性格を直す、人の性格を修正する、まあ、気象転結。あるんだとすれば、こう。 ですね。頑張っていきましょう。はい、えー、コンシェルジュでした。ではまた。